これは僕のホームページにも音源が載ってますけど、チャチャンチャンチャン、まずポイントなんですけど、このソーで伸ばすところが、やっぱり音が下がる人が本当に多いです。だからこれはちょっと僕、あんまりですね、中難を見ながら練習してください、練習しないでくださいっていつも言ってるんですけど、こればっかりはちょっと、もしかして、中難で確認した方がいいかもしれないですよね。B から G の音、これが大体こう下がっちゃう人が本当に多いんです。必ずこの音で、出してほしい。でその音を出しやすくするにはやっぱり呼吸ですよね。うん、ツッツッツッって吸わないで、和音をレソシーって和音を出して、それをこうなんていうかな、和音を出してるフォームのまま、ハーモニカをですね、ちょっとパッカリングの場合は上に上げてほしいんですね。言えますかね。こっから上の方にみたいな感じ。だから下唇をちょっと前に出すような感じのフォームが多分いいと思います。ハーモニカを、まあ、上の歯の真ん中あたりまでグッと上に持っていくみたいな感じですかね。っていう感じです。で、あとはですね、僕のホームページには、実はドレミフがもう載ってあって、デレディッドって言ってるんですけど、この C はもちろん C じゃないですよね。ちょっとこう下げてるような感じ。次の C もそうです。この C なんてはちょっと低いですね。でこのラはやっぱり下がりすぎちゃう人がとても多いですね。みたいな感じでこうなんないようにしてほしい、うん、このラもそう気をつけないといけないですねっていう感じでやります。で、シはってこう単調にならないように結構こう揺らしたりするといいと思います、ね、で次この CCC なんかは本当に C じゃなくて、みたいな感じでこうやってやればいいと思います。次の A メロ飛ばして B メロ、このフェイクの感じが重要だと思いますね。ここでですね、手をパタパタさせる人がいるんですけど、これはマウスビブラートの方がいいですよね。ジーラ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 ーっていう風にこう震わせるために、うん、うわ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 ってこう口を動かしてあげます。このソも絶対に綺麗なソでいきましょう。
ていう感じです。でさっき言ったのはですね、このダーティトゥーダーティトゥー、これこのカタカナで見ちゃうとどうしてもラシソラシソってこう思いっきりカタカナなんですけど、この3連符の感じがすごい重要なんですね。タタ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 タみたいな感じでやっちゃうと、多分これを早くやるっていう意識をつけてあげると、多少このテンポが速くなってもできると思います。